カルキアは、モンゴルの白亜気候期に生息したアンキロサウルス科の恐竜の属である。現在知られる、アジアのアンキロサウルス科の恐竜では、最も新しく、2つの完全な頭骨と1つのほぼ、完全な首から、後の骨格を含む5つ以上の標本により、知られている。化石は、モンゴル、ネメグドボンチのバルンゴーヨトルイソウの上部白亜系から、発見された。 多くのアンキロサウルス科の種のように、尾に、個室のコブを持っていた。タルキアと人の大きさ比較皮膚の印象標本、タルキアは北、アメリカからも見つかっているアンキロサウルスに次いで、ゴビ砂漠から見つかっているものでは、アジア最大の極竜類の一種で、体長8から8.5メートル、頭骨長40センチメートル、頭骨幅45センチメートルと推定されている。 また体重は4.5トンと推定される。化石は多くの草た類と同じく頭の骨を含む骨格の一部が見つかっているだけである。名前はこのどっしりした頭骨にちなむもので脳の優れたものという意味である。タルキア族には現在のところタイプ種である T ギガンテアのみが含まれる。化石が発見された地層からは断続的な湖や季節風のある 風生砂丘や砂丘間環境と表現されるような場所にあった。このことから、タルキアは恐竜としては数少ない、もはや砂漠である、極めて乾燥した土地に生息していた恐竜として知られている。タルキアの頭部の造形に見られる形態は、球根型や多角形のより集まりでバルンゴヨトルイソの別の極竜類であるサイカニア、クルサネンシスを連想させる。 タルキアは相対的に頭蓋底が大きいこと、融合していないと頭骨棒突起と方形骨の接触および前上顎骨のくちばしが上骨の列の最大距離よりも広いことに基づいて最下にと識別される。タルキアの歯には歯と歯の交互を示す摩擦面が存在する。最近になってアンキロサウルス類で初めて皮膚の跡が残った化石が発見された。 こちらも、この恐竜のものであるとして調べられている。ビックリスへ通る・エトールでは、白亜紀のアンキロサウルス科の二つの明確なクレードが、タルキアと深く、入れ子になっているとし、一つ目のクレードは北アメリカのタクサからなり、もう一つのクレードはアジアのタクサからなるとされる。ディプロサウルス・ギガンティウスは、タルキアのシノニムとみなされ、タルキアの第二の種として提案されている。 T キーラニーは T ギガンテアと同一のものであることがわかった。タルキアの頭骨の三面図。ありがとうございます。